こんにちは、小助です。今日はね、北海道でドライブをするときにすごく役立つ本を一冊紹介したいと思います。それがね、この決定版北海道道の駅ガイド、これですね。僕ね、観光雑誌とか結構買います。こんなのね、ルルブとかジャランとか、ただ普段こういう雑誌は持ってドライブとか行きません。家でね、新しい観光地の情報だとか美味しいものの情報とかね、知るために買っているので、ドライブに持って行って使うというものではないわけですよね。そんな僕がね、ドライブとか車中泊で必ず持っていくのがこの道の駅ガイドです。これにね、何が書かれているかというと、ガイドというくらいですから、北海道のね、すべての道の駅の情報がしっかり書かれています。で、これの素晴らしいところの一つ目は、美味しそうなね、食べ物が紹介されているということですね。ちょっと見せるぐらいですけど、デザートだとか、その道の駅の名物的なものとかね、そういうことが書かれているというのが一ついいところです。なので、これを見ながら、これ食べたいなとか、近くの道の駅で美味しいものないかなとか調べることがね、できるわけですよ。道の駅の中にはお土産メインで、あんまり食べ物がないところもたまにありますから、それもね、これを見るとわかるので、お腹が空いた時は、これでね、近くの道の駅を探すと、結構僕はそれで道の駅に向かって美味しいものね、食べに行くということが多いです。で、もう一つね、これの素晴らしいところは、営業時間が書かれているんですね。で、もちろんね、その道の駅自体の営業時間は書いてあるんですが、中に入っているレストランとか飲食を提供するところですね、そこのね、営業時間も書いてます。例えばほら、この道の駅だと、ここにね、ここに道の駅の営業時間と、で、下の方に駐車場の台数とかも書いてるし、あとはね、レストランの開店時間で、季節によって違う場合はその季節の営業時間が書いてあります。で、他にもね、レストランが1個だけじゃないところってあると思うんですよね。レストランと軽食コーナーみたいなところがある道の駅、それもね、書いてるんですよ。こうやってね、レストランと、アイスクリームの販売所みたいな、これがね、両方書いてあるわけですね。で、しっかりしたレストランが入っているんであれば、食べログとかね、ネットで調べることもできると思いますが、小さな飲食コーナーだとネットを見てもね、営業時間書いてないことあるんですよね。それなのに、こう道の駅本体の営業時間と中の軽食コーナーの営業時間は違うということも結構あります。それがね、この本を見れば全てわかると。いや、すごく便利ですね。これ一冊持ってドライブすれば、現在地から近い道の駅の営業時間と、あとは美味しそうな食べ物、そのあたりをね、すぐ調べることができて、本当に便利なので、ドライブはもちろんね、車中泊の時も必ず持っていきます。特に車中泊の時は、朝一番で道の駅でご飯を食べたいなと思うこともありますから、何時からね、営業しているのか、これを見てね、行き先を決めるということも本当に多いですね。もしね、北海道をドライブするとか車中泊の予定がある場合、この本僕はおすすめしたいなと思います。もう一冊持っておくとね、すごく便利で、これ一応2019年から2012年のものなんですが、何年かはね、使えると思うので、もし今年もしくは来年ぐらいに北海道レンタカーとかマイカーで旅行するんだという人はね、これね、Amazon なんかで買っとくといいんじゃないかなと思います。Amazon のリンクは下に貼っときますが、1700円ぐらいかな。でもね、これはね、あったら便利ですね。北海道ドライブの必需品って書いてますけど、もうほんとそんな感じです。必ずこれは持って出かけます。
というわけでね、今回は僕が北海道をドライブ、車中泊するときに必ず持って歩く本の紹介でした。これね、すごくいいのでおすすめです。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。